おはようございます。なんで？クソ野郎。クソ野郎なの。クソ野郎です。クソ野郎。というわけで今回は最年長二人旅。今回の行き場所はどこですか？今回は浦安の地元福島に行きます。通ってないです。特急だけなので。特急に乗りました。私はこちら、リリン朝ごはん。駅弁を選ぶのにこの人1時間かけてました。そんなかかってねえよ。で、駅弁選ぶのに秒で、はい、今日の駅弁紹介して。海ネギとこれ6時半起きしようと思ったけど、うん、7時半に起きました。無理だよな。起きれねえ。地元は何回か行ってるもん、うん、でもゆっくり回るっていうのは1回ぐらいじゃない。なんかご飯食べに行ったじゃなくて撮影シーンだから、うん、観光みたいなのしてない、うん、本当はハワイアンズ行きたかったけど、うん、水着持ってきてないでしょ。しつかい。リリン上野の次は水戸に停車いたします。チリーン。ドゥーン。マジ朝だよ。2人が行った時はお昼過ぎぐらい集合だったらしいんですけど、うん、今でもさ移動時間がそんななかったよ、ね、あ確かに。今回移動時間長いから早めに行かないとということで、うん、ちょっとハーハーします。エアは食べ物とか待つこと苦手ですけど、朝見よりかはまだ待てる方なので、なんかそういう待っても食べたいお店に行きたいですね。まさみの言うことは絶対だから逆らえないけど、エアはどうにでもなるので。扱いできそうな。うん、クリームコロッケ。クリームコロッケ。熱海の動画でも全然似てねえがな、うちのものも。ご乗車ありがとうございます。ご乗車の列車は常磐線です。言ってねえから。裏の駅は11時5分の到着です。何が美味しいの。ラーメン。味噌ラーメン。私ラーメンより醤油派です。味噌ラーメン。左合わせて醤油豚骨です。醤油出した。エアと熱海の熱海旅行のコメント欄に、なんかウランがいないとなんかカッチリしてなくていいから今後もこの2人の動画見たいって書かれたんですけど、一応私クレマゲメンバーなんで意地でも出させていただきます。ウランめっちゃいじけてました。そういじけちゃった。その後表現取るのに朝見と4日かかりました。いや1週間ぐらいになりました。とりあえず地方のお弁当を集めて裏に届けました。そしたらすでに、え、どういうこと。お弁当届けてくれたけど、デメフォーク。着いたらまた撮ります。いや、なんかさ、なんかやろ、怖いにするみたいな。はい、というわけで私たちはですね、こちら茨城県の磯原っていうところで乗り換えをします。私たちは、うん、私たちの今回の二人旅は、うん、電車移動で終わりそうです。それな。皆さん、まだ午前中ですからね、うん、午前中だよ。なのに見てください、駅誰一人いない。しかもさ、静かすぎない？東京と違って。でもなんか戻ってきたって感じするよね。すげえ、なんか地元に似てるやん。ここまで立派じゃないけど、うん、本当は私たちが降りたい駅で降りれるやつもあるんですけど、今の時間帯はないんですよ。そこに泊まってくんなくて、もう2個先ぐらいに行っちゃうのね。ふざけすぎなの。だから一回この磯原で降りて通常電車っていうので、乗り換えるんですけど、電車来るまであと20分ぐらいかかります。懐かしい。すげえよ。
でも普通だからね、それがあれ。一本逃したら30分から1時間乗れないのが普通だったから。私たちはラーメンを食べに行きます。そうです。いいですか、皆さん。で、いちごミルク飲んで、いちごミルク？カフェ、かわいいカフェがあるの。かわいいっていうか、好きなカフェが。福島に？うん。福島にかわいさ求めてんのかわいいっていうか、美味しいの、そこのいちごミルク。船があったら船に乗ろうかなと思って、うん、大丈夫そうだよ船酔いするわこいつ。皆さん、私はもうすでに酔ってますあの乗り物で。私たち本当はハワイアンズ行きたかったんですよ。そう、プール入りたかったんだよね。でもなんかウランがなんか裸で入ってもいいなって言い出したんでそれはちょっとってことで。水着持ってきてないんで。さすがにね、うん、周りに迷惑かかるから。うちらは迷惑じゃないけど。それな、温泉感覚で入っちゃうプールなんて。そうそう、まあ温泉プールだから、ね、あったかいから。それな、そうそう、マジやってらんねえよ人生なんでそっちまで行っちゃうあれ、水族館行くつなかったっけ。水族館も行く。去年、うん、去年に、いや水族館行ったね、東京の、うん、なんかもう何年ぶりとか行って、うん、すっごい感動した。なんか子供の頃に行った感覚と全然違くて。なんか違うよね。そう、なんか全員どういう味するんだろう。違う、そういうのはやめて違うのよ、食べるために行くわけじゃないから。でもすごいなんか神秘的に思えた、うん、なんで。足湯行きたいです。私、足湯行きましょう。あの朝ミンと行って失敗したんで。あ、入れなかったもんね行きて、今回はちゃんと入れるところ。なんかしっぽりタイムしようって言ってたんで、そこで実は足湯に入りながらしっぽりしようって言ったんだけど、うん、思いのほか熱くて。じゃあしっぽりしよう、うん、リベンジ。それなんか、なんか多分エアとの 旅行っていうかこういう旅は本当にゆったりする感じだけど、ね、うん、多分浅見に関してはここの食べたいとか、うん、ここ行きたいみたいなのがあるから、次浅見と行くじゃないですか、うん、どっかしらには、うんうん、もう任せようかなと思って。いいと思う。うちらもなんなら浅見の一人旅みたいな、うん、うちカメラマンみたいな感じで行こうかな。ついてくだけ。おっせえな、ほんとダメだよ、染まってるよ、それはもう都会に。じゃあ今日岸笑いかも。や、嘘、マジごめんまだまだ来ませんが、田舎らしいね。またじゃあ目的地に着いたら回し、あ、ね、これやってないよ、しかもこんなことやっといて。そうだ、焦ってた。今頃やる。じゃあ目的地に着いた、あ、今頃やる、うん、せーの、着きましたカットじゃねえかよ。どういうこと。6時に準備始めて今12時って。それな、ほぼ移動で終わっててくさこの動画の1本目ほぼ移動でくさ2番線に下り列車が入ります。来た、絶対逃すまい、逃すまい、お待ちください。よいしょ、着いたぞ。イエーイ。ててて。来ました。最寄りです。これマジなんて読むかわかんない。なこそだってば。ああ。今日は。おはようございます。お願いします。ただいま。お帰り。じゃあチーナに向かいます。はい、お願いします。ねちりゅー、わーお、いただきます。もう少しで食える、うん、どうやってこれで味噌ラーメン、うん、うん、うまっ、うん、今日教会何来た。食べれなかったらしていいよ。ん？あ、ちょっとね。うん。食べられなかった。どうした？
ありがとうございます。その予定。でもいっぱいある。県だ。ネギ県です。県？県です。県です。映ってないとこでやめ。県県。どうしてもねえねえにくっつく中文生が、ね、どこ撮って入れないこれ、あ、なに、え、びっくりした、びっくりした、日本アナグマ、タヌキ、タヌキ、ポンポコポーン、みなさん、タヌキ、ポンポコタヌキがいます。うわ、かわいい。お城さん、お城さん、お城さん、忙しすぎて同じ場所何回も回っちゃうらしい。忙しそう。酔っ払った時のあやとあさみだ。あのこっちで死んでんのがあさみ、あっちで動いてるのがあやと。絡みがうるさい。そうです。はい、いや、これロケだから。はい、じゃあとりあえずなんか柔らかいらしいです。体が。え、怖いって。え、何こいつ。怖い。赤原イモリだ。イモリみゆきさんだ。ダンスしてるよ。オーディション。踊ってる踊ってる。うわすごい。見て。ここは一番大きい水槽、イワシ、うん、イワシの大群です。見て、ほらすごいね。エイとマグロ、カツオ、カツオとかいうの、ガイブしたいから。これはイワシだ。こちら私の家族が待っております。何？ペンギン？アザラシです。すごい、あ、気持ちいい。ほら、パパ、かわいい。あ、怖い。ジャングル、ジャングル、すごいな、私に言わせる。え、やだ、ねえ、バカ。何だこそね、引き継ぎの、マネージャーさんたちの デスクいらないものになる。しかも全部変なあれ、あさりもなんか変なマスクあげたもん。じゃあ今回はもうこっちもチンアナゴのチンアナゴドロイにします。3人でつけてるので、よかったら皆さんもこちらでお買い求めください、はい、いいじゃん、そうしよう。ええ、これトロコさんっぽくない？あ、そうっぽい。絶対つけさせよう、うちらのあれの時だけ。大城さん、そう、これこっちかっこよくない？いや、ちょっとかっこよさが戻るから。みんなこれにするするか。そうしよう、今度から旅行行ったらご当地マスクを買ってこよう。だから忘れないでね、エラーも。分かった分かった、そうする。なんか持ってきたよ。続いては海猫っていうね、うん、海猫商店っていうカフェに行きます。てか、マジさ、うん、なんかさ、うちの地元田舎とか行ってるんでさ、うん、全然おしゃれよ。ほんと？とかマジなんもねえかんね。危ねえ、当たって。マジすごいよ。ほんと？ここ美味しいんですよ。美味しいんだ。海猫商店、こちらに行きます。いや、食べたいな。え、食べる？うん、あんバター？うん、え、買おう買おう、全然。え、YouTube やってるって。
100円だ。ウミネコ当てて。え？いいよ。あちゃん。じゃあねー。アサミにお土産。残念とか言えない。当たんなかったな。うわ。暑いにお土産だわ。いい匂いする。クッキーか、あれあんバター。あんバターか。え、意志の強いプリンって。え、食べようよ。お土産にも違くて。いやな今。意志の強いプリン。あ、うちチーズケーキ食べたい。いちごミルク2つと、はい、あと。レモンスカッシュ一つ、はい、以上です。ありがとうございます。初だね。初です。 KP うまっ。うまっ。なんか一番上は牛乳で真ん中ちょっと甘みで下は甘いので楽しむんだって。そしてあと混ぜんだって。すごい。スーはそうやって食うらしい。え、美味しい。なんかどっちかっていうといちごジャムっぽいんだけど、うん、下の果肉のとこは、うん、でも牛乳がうまいの。濃厚な牛乳、あの味がする、味がするっていうかこう、わかる？牛乳っていう。わかる。本当かよ。え、マジでうまい。買いだめしてこうかな。な、無理だ。着いた頃にべちょべちょなってる。毎回帰ってくると飲みに来るよね。すごくない？分厚すぎてさ。待って。何？あ、やってる。やりました。やってる。これはやってる。こうやって食べるもんね。はい、石の硬いプリン絶対に食べる。あ、そういうことじゃない？スプーンがなくてももう絶対に食べる、うん、そう。いや、スプーンは多分あのお家帰って食べると思ったんだと思う、うん、ところでママスプーンって持ってない？うわ、箸あった。すげえよ。箸で食えんのか、これは。いただきます。お、すごい。え、すごい。え、チーズケーキこれ。かっちりしっとり。かっちりしっとりもっちり、うん、チーズケーキみたい。結構固め。え、固めのプリン好き。ほら、あ、カルメ焼き。え、どういうこと？え、カラメルじゃなくて。カラメル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 。いただきます。卵焼き食べてんのか。めっちゃ濃厚。食ってみ。今まで食べたプリンで一番うまいかも。うん、なんかプルンプルンっていうよりかはもう濃密。もう密すぎる。これはあの小池総理に怒られるやつですね。なんか卵本来の旨味ですね。ややこ。てかもうこれ卵かもしれません。一つ突っ込んでいい、うん、総理じゃなくて都知事。あ、そう。え、うちに今なんて言った？小池総理。大丈夫大丈夫。いや、総理誰かも分かってないから。はい、というわけで続いては足湯に行きたいと思います。ねえ、なんかいる。違う、え、本当だ。神秘的。すごい温泉の匂いする。温泉のり出てんだよ。ここ、うわ、びっくりした。足湯だよ。次こそは、次こそは足湯だよ。源泉かけ流し鶴の足湯だって。いやママ入る気ママ、ね、絶対起こさないでよ。絶対怒らすなよ。気持ちいい。イエーイ。気持ちいい。あ、気持ちいい。なんかすっごい卵の匂いする。うん、異様な。足だけではなく全身浸かりたい気持ちになるね。それな。痛々しいです、やちゃんの足は。靴ずれで。靴ずれ。超あったけ。あさみー。リベンジしたよ。お父さんのおならの匂いする。これがあやパパのおならの匂いか。パパのおなら。ここに来ればあやパパのおならの匂いかけます。ぜひ行きたい中、福島まで。おいでやす、おいでやす。結構よくしたい。でで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 。
凝ってますね。悪いやつが止まって痛い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 